少し広いところに出たけど、本当にこっちで合ってるのかな。いや、ビンゴだ。あそこを見ろ。お姉ちゃん、やっと追いついた。あら、ずいぶんと可愛らしいお客さん。この頭痛。お姉ちゃん、お姉ちゃんだよね。私だよ、妹の翼だよ。誰なの？あんな子知らない。うん、違う。私、あの目を知ってる。あのまっすぐな目を。まるで翼。そうだよ、お姉ちゃん、迎えに来たの。だから一緒に帰ろう。でも違うよ。翼はもっと小さくて可愛い。教えてあげるわ、お姉坊さん。あやが寝ていた間にこっちでは5年もの時が過ぎてるのよ。つまりね、あの子は綾子の妹よ。お姉ちゃん、取り付いているミラージュのせいかもしれない。あら、ひどい言い草ね。人のせいにする男ってモテないのよ。私はアヤハを操ってないの。だって私たちはパートナーだもの。じゃあ、あれがアヤハさんの本心だって。違うよ、イツキ君。こんなのがお姉ちゃんの本心のわけがない。だって私は知ってるよ。お姉ちゃんが毎日夜遅くまでたくさん練習してたこと。お姉ちゃんはいつだって前向きに頑張ってた。頑張ればうまくいくの？違うでしょ。練習で得られるのは虚飾の安堵。単なる自己満足に過ぎないのよ。そうよね、アイア。夜遅くまで練習したの。そうしないと不安で眠れなかったから。私より可愛い子が何人も消えていく。私より歌が上手い子が何人も潰れていく。私なんかがアイドルをやろうなんておこがましいってすぐに気づいたわ。それなのに、みんなは無責任に期待して、重いの！私には背負いきれない！これ以上、幻想を押し付けるのはやめて、私に才能なんてなかったのよ！そんなことない！アイドルをしてた時のお姉ちゃんは、キラキラ輝いてた。歌ってる姿からこの仕事が好きだっていうお姉ちゃんの気持ちが伝わってきた。何を言おうと無駄よ。あやかはそんな軽々しくて無責任なあなたたちにうんざりしてるの。違う、そんなの信じない。私が信じるのは私が見てきたお姉ちゃんの姿だけ。
能なんて関係なく、お姉ちゃんはアイドルだよ。可愛くてかっこよくて大好きだから、今でも私はお姉ちゃんの大ファンだもん。音が聞こえる。これは翼の声。よろしくないわね。よろしくない。邪魔なんてさせないわ。私たちにはやるべきことがあるのよ。どいて。私はお姉ちゃんを連れて帰るんだ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しいかも。とどろけ！初めて見るぜ。やってみねえとわからねえな。燃えろ俺の炎。やっとお姉ちゃんを見つけたのに邪魔しないで。失敗しないといいな。シーダに教わった通りに。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。難しいかも。クロム直伝、この日を逃すな。一番やり勝輝いてるぜ。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわからねえな。カインと訓練したんだぞ。もう毒に侵される気分が。落ち着いて。落ち着いてって言われても。任せて。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。難しいかも。絶対繋げてやるよ。セッション、いけるぜ。クロム直伝、これだな。一番やり。よっしゃ。気合い入れろ、俺。燃えろ、俺の。ざっと考えんや。翼、無理してない。まだまだ大丈夫だよ。助かった。これなら。いいね。おっと。敵の動きをよく見るんだ。わかった。一か八かで見切った。うひ、まだ倒れねえの。やってみねえとわからねえな。燃えろ俺の。弱点だ。